こんにちは、武器屋の店主のフランです。こんにちは、私は勇者のゆうちゃんです。ん、なんかいつもと違うくない？え、何が？私はいつも通りですよ。正体を表しなさい。お前は誰だ？きっしょ、なんでわかるんだよ。いや、多分視聴者さんも普通に気づくと思いますが。チャッス、私は勇者のゆうちゃんだよ。おお、なんじゃこいつは。偽勇者か。死ね。うわぁ。モンスターがゆうちゃんに化けていたようです。ただ単にゲトーのネタやりたかっただけだろ。さて、今日は PDW について解説していきます。PDW? なんだそりゃ。パーソナルディフェンスウェポンの略です。日本語に訳せば、護身用武器という意味になるわね。護身用の武器って言うと、隠して持ち歩ける暗記的なやつか？そうね。携帯に便利で、ピンチの時に攻撃できる武器のことを言います。警棒やスタンガン、拳銃やナイフ、催涙スプレーなどもすべて護身用の武器、パーソナルディフェンスウェポンですね。拳もパーソナルディフェンスウェポンになるよね。拳は最も信頼できるパーソナルディフェンスウェポンですね。ある一部の人にとっては最強の武器になり得るな。ただし、銃器におけるパーソナルディフェンスウェポンというと、ある特定のカテゴリーの銃を指して言います。そうなのか？ PDW は、サブマシンガン以上、アサルトライフル未満の武器を指して言います。サブマシンガン並みの携行性を持ちながら、高い近接火力を発揮する武器のことですね。なるほど、それが PDW なのか。1980年代、NATO がサブマシンガンに代わる新たな武器をコンテストで募集した時に、PDW という言葉を使用しました。PDW という言葉が使われたのは、この時が最初だと言われています。へえ、そうなんだね。なら新しい種類の武器ってことか。PDW は新しい種類の武器ではありますが、歴史を振り返ると、PDW に該当するような武器は使われてきました。順番に説明していきます。銃器は戦闘の状況に細かく対応するために様々な種類が誕生しました。PDW もその過程で生まれた一つですね。ふーむ、戦いに細かく対応するためか。それってつまり、どういうことだってばよ。例えば19世紀頃の歩兵は、ライフルとピストルしか武器がありませんでした。ピストルは射程がないので、基本的にはライフル1本で何でもかんでもこなしていたのです。プロゴルファー猿みたいにドライバー1本で全てをこなす感じか？そんな感じです。20世紀を過ぎるまでは、ライフル1本あればそれでいいという戦法でした。しかし、第一次大戦で塹壕戦が発生すると、ライフル1本ではダメだと気づきます。塹壕戦は穴の中で戦うため、接近戦となります。長物のライフルは使いづらいですし、一発撃った後に、ボルトをガチャガチャやってる間に殴られてしまいます。塹壕の中では、スコップや棍棒による打撃技が有効でした。おう。拳の攻撃力を最大限に発揮できる戦いだ。ナックルダスターやプッシュダガー、ナイフの類は塹壕戦で使用されて活躍しました。しかし、これらの近接武器は、その場しのぎの一時的な解決策に過ぎません。接近戦のライフルの脆弱さを改善するために生まれた銃器が、サブマシンガンです。ライフル1本だけだった戦いに、サブマシンガンが追加されたのか。ワールドウォー1では、他にもライトマシンガンが誕生します。これは歩兵が持ち運びできる携帯型のマシンガンです。ライトマシンガンが登場するまで、マシンガンといえば、運ぶのも大変な何十キロもある、重たいものが普通でした。戦線を素早く押し進めて、敵の塹壕を制圧するには、傾向性の高いライトマシンガンは必須の武器となったのです。速攻でライトマシンガンを並べて制圧するわけだな。そうね。それから、塹壕戦では軍用ショットガンも活躍します。アメリカ軍が塹壕戦に持ち込んだショットガンは大活躍し、それ以降、軍隊の武器にはショットガンも新たに追加されました。ライフルとピストルしかなかったのに、ワールドウォー1になって、サブマシンガン、ライトマシンガン、ショットガンが新たに加わったんだ。そしてワールドウォー2になると、アサルトライフルが登場します。これはライフルのサブマシンガン化を目的に作られた武器です。ワールドウォー2ではドイツ軍のみが使用しました。アサルトライフルが新たに追加か。アサルトライフルが登場すると、ライフルは細分化されて、バトルライフルとアサルトライフルに分けられます。アサルトライフルは、バトルライフルとサブマシンガンの中間の役割をこなします。隙間を埋めていく形でアサルトライフルが誕生したわけか。ワールドウォー1からワールドウォー2の間で、いろいろな武器の種類ができたんだね。新たな種類の武器が生まれるのは、複
複雑化する戦闘に細かく対応するための対策ですね。上から射程順に並べると、ライトマシンガン、バトルライフル、アサルトライフル、サブマシンガン、ショットガン、ピストルとなります。それぞれの武器には、それぞれ得意な光線距離があります。ゴルフのように、距離によって武器を使い分けることで、戦闘を有利に進めることができます。猿みたいに、ドライバーでパッティングするのも難しいよね。いろんなゴルフクラブを使い分けないと、戦いに勝利するのは大変だ。そういうことね。接近戦ではアサルトライフルよりもサブマシンガンの方が有利ですし、遠距離戦ではバトルライフルの射程が強いです。戦いに合わせた武器を選ぶのが勝利への近道です。BDW も複雑化する戦闘に対応するために誕生したのです。なら、BDW はどのくらいの距離で使うんだ？アサルトライフル未満、だいたい200メートル以内くらいですね。BDW はサブマシンガンの上位互換といった感じの種類になります。そのくらいの強さか。 PDW はおおむね 200m 以内の戦闘を想定していますが、単純に距離だけを考えた武器ではありません。 PDW は目的を持って作られたので、装備する場面はある程度絞られてきます。そうなのか。基本的にはアサルトライフルがあれば何でもこなすことができます。普通に戦闘をするなら、 PDW よりも圧倒的な火力を発揮するアサルトライフルを持っていった方が無難でしょう。確かにアサルトライフルは使いやすいし、火力も高いよね。なら、PDW はどういう時に使うんだ？まず一つは、テロリストとの戦いですね。建物に立てこもったテロリストを制圧する場面などです。対テロよ。PDW は、サブマシンガンよりも強い弾薬を使っているので、火力は高いです。それでいて、蛍光性や取り回しはサブマシンガンとほぼ同じ、アサルトライフルよりも反動が少ないので、接近戦では最大の攻撃力を発揮します。建物や基地へ潜入し、接近戦が想定される場合、BDW を選ぶのが最も良い選択です。なるほど。接近戦最強クラスの武器ってことか。それから、第2戦の後方部隊が装備するのにも適しています。砲兵とか衛星兵、工兵、後方支援要員などですね。第2戦の兵士か。砲兵とか衛星兵とかは、最前線で敵と積極的に戦う部隊ではありません。ですので、そこまで火力の高い武器は必要ありません。しかし、敵と遭遇する可能性は高く、襲撃してきた敵と近距離で撃ち合う可能性は十分あります。そういう時、ピストルやサブマシンガンでは効果が薄い場合があります。サブマシンガンでは火力不足なのか？サブマシンガンはピストルと同じ弾を使っているので、ボディーアーマーを貫通することが難しいです。もし、相手がそれなりのアーマーを装備していたら、サブマシンガンでは不安ですね。なるほど、そういうことか。また、輸送や支援を担当する部隊は、車や飛行機を使う頻度も多いです。狭い車の中やコックピットに持ち込むのに、BDW は適しています。なので、戦車や装甲車、戦闘機の乗員も装備することがあります。乗り物に乗って戦う兵士にも向いているのか。 PDW はそこそこ火力が高くて小さくて携帯に便利な武器なんだね。そういうことね。アサルトライフルほどの火力は必要なくても、サブマシンガン以上の火力は欲しいよね、という穴埋め目的で作られた武器ですね。武器の種類がさらに細分化されたわけか。 PDW はサブマシンガン以上の火力を実現するため、弾薬も拳銃やサブマシンガンより強いものを使っています。NATO では、BDW 用の FN の 5.7mm と、ヘッケラー&コッホの 4.6mm を採用しました。西側諸国では、この2種類が BDW 用の弾薬ですね。口径が増えて補給が面倒にならんのか？面倒になります。FN の 5.7mm と、HK の 4.6mm で分かれているので、それぞれ専用の武器が必要です。通常のサブマシンガンやピストルには、9mm パラベラムを使用しています。BDW を導入すると新しい弾薬を準備しないといけないので、かなり面倒になります。めんどくせえな。 BDW 用の口径として 5.7 か 4.6 かどちらかに口径を統一してくれればまだ楽になるんですが、これは FN と HK のお互いの勢力争いというか、ビジネス的な利権争いがあります。ライバル会社に口径を独占させるわけにはいかんというわけか。そういうことね。使う側にとっては面倒なことですが、NATO には2種類の PDW 用の弾薬があるのです。軽くて使いやすく、そこそこ火力が高い PDW。このような武器は、ワールドウォー2の時代にもありました。PDW の先駆者と言われるのが、M1 カービンですね。M1 カービンか。
ワールドウォー2でアメリカが使用した武器だね。そうね。ワールドウォー2の時代、アメリカ軍は M1 ガーランドという武器を歩兵の主力装備としていましたが、第2戦の後方部隊で使うには重すぎるという不満が出ていました。ふむ、そういうことか。当時はまだ PDW というカテゴリーはありませんでしたが、ワールドウォー2当時の PDW に相当する武器といえば、カービンやサブマシンガンですね。カービンやサブマシンガンは、後方支援部隊や戦車兵、空軍のパイロットなどに携帯されました。ライフルみたいに長くも重くもないし、使いやすいよね。しかし、ワールドウォー2参戦時の米軍にとって、サブマシンガンといえば、ドンプソンという長州サブマシンガンしかありません。ドンプソンは5キロから6キロほどの重さで、M1 ガーランドよりも重いです。ドンプソン重すぎだろ。M3 グリースガンじゃダメなのか？1942年当時、グリースガンはまだ完成していません。米軍は、ガーランドもドンプソンも重いので、別の武器を護身用として開発して用意しました。それが M1 カービンです。M1 カービンはとても軽く、30発フル装填のマガジン込みで 2.6 キロしかありません。M1 ガーランドは5キロくらいあるので、半分の重さですね。M1 カービンは軽くていいな。M1 カービンに使用されている30カービンは、M1 ガーランドの3006の3分の1くらいのパワーです。30カービンのエネルギーは、サブマシンガンとアサルトライフルの中間くらいで、BDW と言える性能ですね。アメリカはかなり先進的な武器を作っていたんだね。そうですね。M1 カービンはフルオート機能が追加され、M2 カービン、M3 カービンへと進化します。M1 カービンシリーズは、ベトナム戦争まで使用され、M16 が登場するまで活躍しました。M16 が登場すると、M1 カービンは廃れていくのか？そうなりますね。大は小を兼ねるというか、M16 は汎用性が高いので、M1 カービンの役割をこなすことができます。また、M16 が登場した当時の米軍には、45口径の M3 グリースガンがあります。グリースガンは外国のサブマシンガンに比べても、ストッピングパワーが高いので、BDW としては、十分な性能を発揮できますね。そうか。アメリカには45口径があるから、接近戦の火力は高めだったんだ。だから M1 カービンなくてもいいやってなったわけか。M16 と M3 グリースガンがあれば、あえて M1 カービンを使う必要もないでしょう。ただ、現在のアメリカ軍は 9mm が主流になってしまったので、BDW としてのサブマシンガンの威力は落ちてしまいました。BDW は、1980年代以降に新たに誕生したカテゴリーで、それ以前は主にサブマシンガンが PDW を担当してきました。サブマシンガンは小さくて携帯に便利、近距離での制圧力もあるので、BDW にはうってつけの武器です。使いやすい武器だよね。ですが、ワールドウォー2の戦後、進化するボディーアーマーに対応する必要が出てきます。ケブラーなどの素材が発明されると、拳銃弾を発射するサブマシンガンでは威力が不足するようになったのです。おう、そういうことか。ケブラーを貫通してダメージを与えるためには、9ミリパラベラム以上の貫通力やパワーが求められます。現代の PDW 用の弾薬として発明されたのが、FN の 5.7 ミリ、HK の 4.6 ミリです。銃で言うと、B90 とか MP7 という武器が該当します。これが現代の PDW なのか。そうね。これらは PDW に特化した武器です。ですが、隙間産業すぎて、成功しているとは言い難いですね。あまり普及していません。そうなの？隙間を狙いすぎたのか？カートリッジの口径が 5.7 ミリと 4.6 ミリで、独自性が高すぎるのは問題ですね。他の武器に装填できないので、使い回しが効かないのが 5.7 や 4.6 の欠点です。B90 と MP7 の専用弾と言ってもいいでしょう。専門性が高すぎるのか。一応、FN の 5.7 は、FN57 というハンドガンで使うことができます。しかし、ヘッケラー&コッホの 4.6 ミリに対応した武器は、ほとんどないですね。5.7 ミリと 4.6 ミリ、どちらも大量生産できず、コストも高いので、人気があるとは言い難い状態です。高いのはいただけないね。また、これらの PDW は、アサルトライフルやサブマシンガンで代替することも可能です。M4 カービンや SA80 みたいなアサルトライフルは、短くて取り回しも良く、B90 と比べても10センチくらい長いだけですからね。なるほどな。他の武器で替えが効くなら、あえて高い金を払って揃える必要もないか。ただ、BDW に特化しているだけあり、B90 や MP7 の性能は高いです。
9ミリパラベラムでは貫通できないケブラー素材を貫通することができます。アサルトライフルに比べても軽くて軽巧性が高く、相談数も多いので効果の高い武器であることは間違いありません。BDW はサブマシンガンを超える近接火力を備えています。FN5.7 はハンドガンとしても運用可能なので、使いこなせれば強いですね。なるほど。でも、9ミリパラベラムが普及しすぎてて、今さらどうにもならん気がするがな。そうね。9ミリ口径のピストルやサブマシンガンを捨てるのは現状不可能に近いと思うので、5.7 や 4.6 を導入するなら、新しい口径を増やす覚悟が必要ですね。そう考えると、普及には相当時間がかかるか、もしくは廃れていく可能性もあります。確かにな。東側のロシアでは BP2000 という BDW がありますが、こちらは9ミリパラベラムを使用弾薬としています。普通のサブマシンガンとどのくらい性能が違うのかわかりませんが、9ミリの強装弾を使っているようです。9ミリ口径なら、こっちの方が使い勝手が良さそうだね。武器屋のお姉さん。というわけで、BDW についてでした。BDW は見た目的にも面白く、P90 という銃はかなり独特な特徴を持っています。斬新すぎる見た目だな。いずれ動画で紹介する時が来るでしょう。楽しみだな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。異世界食レポチャンネルもよろしくね。